年の収穫じゃ冬を越せる。お年寄りの方はいないわね。村長に約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。少し探してみるか。そうね、この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの？人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？いつも井戸のそばにいるおじいさんのことかしら。ええ、その方です。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に？ええ、まあ。あら、同郷だなんて嬉しい。私も小さい頃はロザリスの城下町に住んでいたのよ。民を慈しんでくださった太后様の御代が恋しいわ。ザンブレクの俗領になってから生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに、税は変わらないなんて。ごめんなさい、昔を知る人がいるとつい。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。ありがとうございます。探してみます。おや、旅の方、何か用かい？私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？ああ、あのじいさんかい？そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？昔ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。ありがとう、もう少し探してみます。なあ、ちょっと待ちな。パトリックならどこにいるか知ってるかもしれん。あいつは長いことじいさんの面倒を見てきたんだ。厩舎にいるはずだから声をかけてみるといい。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。ジル、すまない、君にばかり村人の相手をさせてしまって。気にしないで、念のためよ。パトリックさんに話を聞きましょう。困ったな、どこへ行ったんだろう。もし、どうかしたんですか？僕が目を離した隙に、ベアラーが一人いなくなってしまって。いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。失礼ですが、パトリックさんで？はい、そうですけど。そのベアラーというのは、昔ロザリス城の調理場で働いてた方では？ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです？そうですか、村長に。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか？大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つといって出歩くことも増えていて、年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。
わかりました。私たちは外を探します。パトリックさんは引き続き村の中を。ありがとうございます。よろしくお願いします。無事だといいけど。とにかく探してみよう。この辺りにはいないようだ。もう少し探してみるか。あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。ええ、分かったわ。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下。エルウィン殿下。ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。クライブ。ああ。ずいぶん待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。ええ、待っておりますとも。いつまでも。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上は
パン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルウィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえない有様で。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、御用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。行ってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様、どうかお気をつけて。こんな村の近くまで。大地が黒ずんでいる。エーテルがすっかり失われているんだ。ひとたびこうなれば何も生まれず育つこともない。まさに死の土地か。唯一の救いは魔物も出ないことね。ここでは魔法が使えないな。そうね、エーテルがなければ命や魔法ですら。エーテルが枯渇することでこんな景色になるとは。かつてはここも緑であふれていたのでしょうね。ああ、きっと美しかったろう。見えてきた。フェニックスゲートだ。あそこで俺は。行きましょう。あの日にもう一度。時の流れから取り残されたみたい。
足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル？クライブ。あいつは、あいつは真実を握ってる。追うんだ。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃあ、あの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ？この扉の向こう。まさか、フェニックスはもういないんだぞ。クライブ。ああ、行こう。あれはさっきと同じ仕掛けか。
どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。なんだ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。そうだよ。
この異物は何かしら？わからない。とにかく先へ進んでみよう。ジョシュアはいつもこんなところを？いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ？侵入者を出迎える罠か、あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも、もっと奥に進んでみるしかないわね。
今度は何なの？やつを止めるぞ。Hold it!
止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。でもない。こんな奴がいるなんて。
石の仕掛けなのか。何か意味があるのかしら。これを渡れってことか。そのようね。クライブ、これって。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。火の召喚獣のドミナント、それとも、
な。やめろ。ダメだ。やめろ。やめろ。俺は。ジョシュアは俺を頼ってくれた。祝福を授け、僕を守ってって。守らなきゃならなかった。あの日も。兄さん。ジョシュア。すまない、ジョシュ。守ってやれなくて。ジョシュは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで人ごとのように。この事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。前へ進む。
け入れたくないよな。この今だって逃げ出したくなる。それでも俺は。
大丈夫、逃げたりしないさ。そうだな、一緒に行こう。受け入れろ自分の全てを。俺は前へ進むと決めたんだ。クライブ？どうしたの？ジュン、なんでもない、大丈夫だ。もう逃げはしない。
ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来て、ようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ。なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう。二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくても、まっすぐに前だけを見て。昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。どうしやがったんだ。ウォルドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたか。見逃してやったものを、よくもあのネズミざもめが。探し出せ。苦しめて、苦しめて、苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け。
け！ただちに。これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らをシドのところで保護できればそれが一番なんだが。頼れるつてってところね。どうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。村人たちのことか。
新皇后アナベラ陛下のご命令だ。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。アナベラ、まさかこれは母上が。遅かったか。ガブ、クライブ、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴らベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ、母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちで。ガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。わかった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、丁重に弔っておきます。すまない、頼む。
よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃ、クプカ様に取り立ててもらえる。シドのところに行ってちゃんと話をしないと。夫たちバタバタしてたわね。何か外であったのかしら。ちょっくら休憩、休憩っと。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな、誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレック公国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。ゲイか。
手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで？お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たぬ。そうおっしゃいましても、条約を犯すので、ここで危険を犯して自治領を立てる必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、ご賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、芸家、どうかお考え直しを。今こそ潮である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。ですが、それは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ、事の支度を急げ。ディオンはどうしている？大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん、戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということは、マザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か？こんな悪趣味な冗談、誰が言うよ。黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それもすべてマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな、クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる？各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがにわからんがね。マザークリスタルは神聖な存在、俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。
真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけばこの世界は黒の一体に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか？もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。マザークリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。休憩、休憩っと。ああ、ずいぶん落ち着かない様子だが、困りごとか？ああ、君はクライブだっけ？実は任務中にひどい失敗をしちゃってさ。任務？あんたは何をやってるんだ？僕は補給係のグレン。この隠れ家や各地の同志たちに物資を届けてる。でも補給物資のいくつかを落としてしまったみたいでね。あれがないとみんなの活動にも支障が出てしまう。しかも一緒に届けていた手紙もなくなってるんだよ。シド宛ての大事な手紙なのに。探しに行かないのか？そうしたいのは山々だけど、すぐに別の任務に出なきゃいけなくて。そうだクライブ、僕の代わりに探してきてくれないか。礼は必ずするからさ、頼むよ。仕方ない、手伝おう。ありがとうクライブ。補給物資と手紙を探せばいいんだな。どこで落としたか見当はついてるのか？ロストウィングからゴールトン農場を通って帰ったんだ。魔物が出るから急いでて、あの辺りが怪しいと思う。落とした補給物資は全部で3つ、どれも麻袋に入れてあるよ。指導宛ての手紙は1通だけど、あれが一番大事かも。分かった、とにかく探してみよう。本当に助かるよ。ああ、僕はもう次の任務に出ないと。それじゃあよろしくね。慌ただしいやつだ。ひとまずゴールトン農場に向かおう。見つかるといいが。帰りが遅い。無事だといいが。どうかしたのか？おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。刻印のある者が外に出ているから心配で。ベアラーが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。
この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけでは賄いきれないからな。そうだ、君、ザンプレクでベアラ兵を務めていたというのは本当かね？あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか？よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな、今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。簡単なことか。分かった、話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。夫たちバタバタしてたわね。何か外で会ってもらう。お帰りなさい。手短にな。何が必要なんだ？こいつなら敵なしだ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。じゃあな。